これってさ、ゲーセンであったかも、でかいの。でかいね、あの、ザリガニ売ってて、そのザリガニがね、めっちゃ気になったんだけど、取れなさそうだからやんなかったんだよね。こういうね、節に分かれてる。そう、いや、あの、これはね、あの、舐め太郎っていうガチャなんだけど。確かね、ザリガニの横にね、こういう感じだったザリガニも、蜂だったかな、あったような気がするんだよね。おそらく似たような。だからこれを見てみれば、あのでかいザリガニも、でもでかさほんとこんぐらいあったザリガニ。こういう感じの、あの、作りで。あれ、やればよかったなぁ。でも、ね、絶対取れない。UFO キャッチャー的なさ、やつは俺無理だから。俺ルーレットしかもう取れないから。ルーレットにあったらない。てか、こういうフィルムで巻かれてるの初だね。カゴシリーズで。今までのカゴシリーズ、こうフィルムでね、巻かれてなかったわ。すげえ、守られてるね。ちゃんとね。おぉ、このカゴがいいんだよね。カゴがね。で、パカリス仕事開けます。まずブックレット見てみる。何これ柔らかいんかな。おー絶対そうそう、こんな感じだった。ザリガニ見た、ザリガニ気になってたんだよね。あれ柔らかそうな感じがする。で、なめ太郎カラカラカラ、え、何これカラカラカラって、え、どういうことだ動くんかな、くねくね、あ、自分では動かないよね、さすがに。そう、ビビッと自分で動くのかな。全種類カゴカプセル入りと、くねくねカラカラ、癖になる動きと、あ、音が鳴るのか、カラカラと、そういうパティンね。そしてね、種類がね、こんな、あ、兄弟なのみんな。長男、次男、三男、四男、五男、六男、なめ、師匠。師匠だ。黒いなめくじだけ師匠って書いてる。なめ師匠。すげえ。全6種類あって、今あの何、あ、赤いね。赤いから次男のなめ次郎だ。これ。それでは初の、おぉ!ファーストタッチング。ファーストタッチング、ちょっと待って、緊張してきた。まだあの、このフィルムあるから、あんま、あ、硬え、想像と違った。なんかプリプリしてんのかなと思ったら、硬いな。硬い商品だった。へぇー。おぉ!おぉ!ひゅい。ふっ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 ふ。すごい気持ち、何これ。気持ちいい。あ、そういうことか。あのザリガニもこんな感じだったのが、多分ね、スズメバチ待ってる気がするんだよね。あ、これが、音。気持ちいい。確かに気持ちいいわ、これ。音を立つか、振った時の振動を楽しめるわ。あ、こういう商品なのね、これ。なんか新しいね。今までになかった商品かも。舐めたろう。しかも舐めくじって言えねえよ。なんでスラッグなんだなんでスラッグなんかわかんないけど。しかしながらそう考えたら、あのゲーセンにあったザリガニも、なんでザリガニなの。いやー、あれ、ちょっと今度はまだあったら取ってくるわ、ザリガニ。ちょっとね、気持ちいい。あのでかい、ちっちゃいのでこんなに気持ちいいってことは、でかかったらさらに気持ちいいと思うんだ、これ、振った時の感触。でもって、この子がグリーン。これがなんか長男って感じするけどね、グリーン、ノーマルカラーで。でもこれね、四男坊だったよね、四男坊の、なめしろちゃん。多分、あ、ここから開くな。振った感じは全部同じだと、答え数とかない、あ、同じだね。同じ、振った感じは同じ。気持ち悪い。この動きもいいな、なんか。一応こう、ボールチェーンがついてるから、カバンの中にもつけれるわけでしょ、こうやって。さなぎみたいだね。なんか、カバンにつけると、こういう盾になると、さなぎみたいになるな。はいはいはい。確かに、飾っておいても可愛いかも。持って振ってもいいし、こう飾っておいてもコレクションとしてね、ナメクジのフィギュアとして、ガチャのね、記念の。あと、カゴもあるから、カゴと一緒にディスプレイすればもっといいんじゃねえかな。まさかのこの子、蓄光タイプってないよな。あ、違うね。蓄光タイプじゃない。この白い子は五男坊で、ナメゴロウって書いてる。ワンチャン蓄光タイプあるかなと思ったんだけど、これは蓄光ではねえな。見た感じでわかるね。まあ、たまにちょっと見分けつかないの。ちょっと待って。空きが、さっき開いたんだけど、ごめん。よく来たのが早い。おぉ、あ、白綺麗でいいね。白いナメクジ。くりくりくり。ここ気持ちいいね、めっちゃ。ここ、すげえストレス解消になるわ、これ。めちゃめちゃ気持ちいい。動きが今までにない、今まで経験したことのないような動きをしてくれる。めちゃめちゃ気持ちいいわ。これみんなもぜひ、あ、振っても楽しいよ、こうやって。振っても楽しいし、気持ちいいんだよね。
でも指先でこう転がした方が気持ちいいかも。コロ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 、音もいいね。やっぱね、書いてあったところでカラ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 、音も気持ちいいわ。なめごろイン、あの白い子がワンチャンね、チッコタイムだったら面白かったんだけどな。暗闇で光を、白いあのなめごろをね、末っ子だけど光る能力を得て、これがね、長男のなめ太郎。なめ太郎がね、ブルーなんだよね。あのパッケージもブルーだったからね。あいつ長男だったんだな、こいつ。ほらブルー、長男、なめ太郎。あれ、なめ太郎、そう、なめ太郎。これ葉っぱも欲しいな。これ葉っぱ葉っぱをついてたらさ、ディスプレイもっと良かったのにね。葉っぱないんだよね、さすがに。でもこのカゴがあるから、カゴの中にね、閉じ込められてるよみたいな感じの、カゴの中で香り。おお、長男だ。長男だからサイズがでかいとかないんだよね。同じサイズで色違いってね、こう、あおー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 おお、これ気持ちよく考えるね、こういう。すごいわ、変な動き、この動きが。めちゃめちゃ気持ち、見てても気持ちくない。この予想できない変な動き。気持ちいいね。これ長男ね。長男のなめ太郎がついに入りました。長男入ります、長男。あとはね、黒もまさかの師匠だったからね。これはあの三男坊ね。なめ三郎って書いてあった。三男坊のなめ三郎。みんなまさかの兄弟だったとは思わんかったわ。ただの色違いかと思ったけど、兄弟設定が、あの師匠っていうのが面白いよね。なんで黒が、何の師匠なんだ。スプリンター先生みたいなもんかな。あのタートルズのさ、ああいう位置かな。この子たちミュータンじゃんで、変化したミュータンとかなのかもしれないね。これから人型になるのか。いや、めちゃめちゃ想像が膨らんでくるよね、これ。どういう設定なんだろう。おー、黄色。あのね、今回ゲットした中ではね、まあ、黒まだ出してないけど、赤が俺一番気に入ったかな。あと、緑もいいよね。緑。ノーマル、あ、でもさっき緑ノーマルカラーって言ったけどさ、これ、芋虫じゃないから、別にノーマルカラーじゃねえよな。俺勝手に芋虫に変換してたけど、これナメクジ。だからね、ナメクジだからね、芋虫じゃないから。あ、ちゃんと目もあるんだね。お、怖い怖い。そして、兄弟たちが全部揃いましたと。よっしゃー、どう、気持ち悪いね。芋虫みたいじゃない、芋虫みたいだよね。で、最後にあのブラックがいるから、これ師匠なんだよね。先生、スプリンター先生、マスタースプリンター、マスタースラッグが、ブラックでかっこいいなぁ。いや、黒かっこ、あの、やっぱ何でも黒って高級感に満ち溢れるよね。ほら、黒。おぉ、かっこいい。黒めっちゃかっこいいじゃねえか。ほら、師匠。スプリター先生、白。あ、じゃあ、黒。すごいねー。この動き、うわぁ、リアルに動く。やっぱ節が多いと、こう、なんかリアルに滑らかに動けるんだね、こうやって。ほら、滑らかに動いてない、シュワーン、シュワーン、本物の動きみたいな感じ、シュワーン。こんな速くねえか、なめくじ。これが師匠の、まあ、師匠もちょっと遊ぼうかな。お、気持ちいい、師匠。師匠も気持ちいいな、師匠も。これで、全種類揃いましたということで、全部並べてみましょうか。しょ、どうみんなこれどう思う、このガチャ。いや、面白い感じだった。あの、見た目も可愛いし、こう、なんだろう、感触っていうか、なんだろう、この振動が、めちゃめちゃ気持ちいいから、みんなもぜひ、好きな色ね、狙ってゲットして、遊んでみて、なめ太郎っていうシリーズ、カラ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 。新しいガチャ出たな、なめ太郎。面白かったわ、これ。兄弟設定も良かったして、あと師匠なのも一品焼き師匠なのも面白かったな。それではでは、また次回。第2弾出るかどうか分かんないけどね、第2弾出たらまた第2弾でお会いしましょう。こうね、師匠、閉じ込められた師匠を助けに行く、あの、兄弟たち、弟子たち。おー、やっぱこのカゴあるといいよな。で、このカゴね、あの、ここにチェーンつければ、こう、吊るすこともできるからね。で、どんどん連結して吊るすこともできるし、連結もできるからさ、このカゴがほんと使えるんだよね、カゴ。マジ、このカゴ、のガチャに外れなかったからな。今回のなめ太郎も外れじゃなかったわ。すげえ気持ちよかった。これで気持ちよくなかったらね、ちょっと半減したんだけど、気持ちいいし可愛いからね。いやー、よかったわ。いいガチャ、当たりガチャだった、なめ太郎。